はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1982年4月28日、ジョージア州アトランタで行われたテリー・ファンク、ドリー・ファンク・ジュニア対リック・オリバー、プレイボーイ・バリー・ローズの試合を振り返ってみたいと思います。全米サーキットを観光中の全日本プロレス一行が合流したアトランタ大会。注目は全10チームにより争われる世界タッグトーナメントです。優勝候補筆頭のファンクスはオレゴンを中心に活動するバディローズとリック・オリバーと1回戦で激突。ファンクスがすんなり勝利を収めるかに思われましたが、意外な苦戦を強いられます。最後はテリー・ファンクが後方回転エビ固めで激戦を制しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。